こんにちは。今日はですね、テニス部の松田選手にお越しいただいております。松田選手なんですけども、8月12日から8月24日まで、三重県の四日市テニスセンターで行われました全日本学生テニス選手権の男子シングルスで、3位というところで、非常に素晴らしい成績を残されました。おめでとうございます。まあ、3位おめでとうございますと言いましたけども、本当に非常に悔しかったっていうようなところあるのかなと思いますけども、まずそのシングルス、ご自身の全日本でのシングルスの戦いを振り返って、まず3位というところも踏まえて、思いといいますか、聞かせてもらえますか。まあ、すごい今大会は初めから優勝を狙って、優勝だけを狙ってたので、すごい、まあ、自分の中でテニスも良くなってきてて、試合を通してもいい感じに来てたので、やっぱりこう、3位で終わってしまったっていうのは、まあ、正直悔しいですし、あんまりこう自分の中で達成感っていうか嬉しさっていうのも全くなく、悔しさが残る一戦だったかなっていうふうに思います。で、特にその、まあね、春の関西学生でのシングルスで優勝、初優勝と関西取りまして、非常に本当にいい状態で、僕も取材させていただいたんですけども、来てて、で本当に優勝するんだというところで来て、こうコンディショニングとかも含めてどうだったか、試合に入るまでのというところで。そうですね、まあ、コンディショニング自体はいい感じにも来てたんですけど、やっぱりこう全国の舞台っていうのもあるので、試合をしていく中で体がきつくなる部分もあったので、やっぱりそこは、まあ、テニス選手の宿命じゃないですけど、そこはもう頭に入れてたので、どれだけこう自分の中でその体のマネージメントをできるかっていうのをすごい大切にしました。なるほど。それで、まあ、本当に通常ならば、もちろん屋外でやる試合なんですけども、今回その雨でかなりこう試合のもう試合が日程がぐちゃぐちゃになったというか、そういうのもあった、あと室内で全部行われましたよね。このあたりもこういろんな意味で影響みたいなところ、まあ、そこにアジャストしていかなくちゃいけないっていうところもあったと思うんですけど、この辺に関してはいかがですか。そうです、僕は逆にいい風に捉えていて、ほう、僕は外より中の方が好きなので、やっぱりこう中でできたっていうのも大きいですし、1日、本来であればシングルスはもう空き日なしで最初から最後までやるんですけど、日程がぎゅうづめになったおかげ、まあ、せいでっていうかおかげで、1日シングルスの空き日が男子だけできたので、ありましたね。自分の中で大きかったので、まあ、自分的には嫌だなっていうのはなかった。じゃあ別に、まあ、室内なら室内で、まあ、自分は好きやしというところで、特にこう戸惑いとかもなく。なるほど、分かりました。で、松田選手は第5シードで今回出場されて、まあ、1回戦は、不戦勝ということで、2回戦から登場というところだったんですけど、2回戦でこう青山学院大学の萩野選手、これ一応高校の先輩ということで、湘南工科大学の、どうだったんですか、こういきなり先輩と1個上の先輩とやるというところで、1回戦が、まあ、初戦がそうなりましたけど、もちろん、まあ、僕はあまりその選手に対してこうなんていうやりづらさっていうのはないですし、あんまりこう相手のことを考えすぎずに試合に臨むタイプ、別にこう相手知ってるかやりづらいっていうのは全くなかったんですけど、やっぱりこう相手もともと力のある選手で、すごいこうガッツのある選手なので、やっぱり1回戦から少し苦戦って言ったらおかしいですけど、やっぱり相手のプレーが良かった分すごい苦労したな、勝つのに苦労したなっていう感じです。まあ、それでもまあ6-1、7-5ということで、まあ、しっかりストレート勝ちというところだったんですけども、でその次3回戦が四日市大学の谷川選手というところで、まあ、ここは 6-4で、まあ、しっかり取って、で次ですよね、近大の川野選手ということで、川野選手というのは過去これまで2回対戦してて、ちょっと勝てていない選手だったというところだったんですけども、この辺でちょっと相手は気にしないとは言いつつも、そういうデータを頭に入れて
まあ、戦いに挑んだと思うんですけど、この試合というのはどうでした、振り返って。試合前は1回も勝ったことないっていうのを完全に忘れてた。あ、なるほど、はい、ほうほうほう。私1回自分のプレーをすれば勝てるっていうのは、うん、ありましたし、その前2回負けた時もすごい自分の中でこう何かができなかった部分もあったの負けなので、うん、やっぱりこうそれをしっかり発揮できれば勝てるっていうのは、2回試合をして感じた部分だったので、うん、やっぱりこう本当に自分のプレーをすることだけを考えて試合に臨みました。うん、で、まあ、この試合なんですけども、まあ、第1セット 6-1 でしっかり取るわけですけど、結構時間がこう第1セット非常に長く結構しんどかったみたいなところもあったのかなと思うんですけども、いかがだったんですか、その 6-1、 数字的には楽に勝てたのかなって思いがちなんですけど、どうでした。そう、気持ち的には余裕だったんですけど、うん、パッて時間見た時に予想以上に時間かかってて、うん、こうやっぱり、うん、スコア的に勝ってても嫌な部分はちょっとありました、ね、うん、なるほど。でそのまあ第2セットは 5-7 で逆に取られたというところで、この辺のこう、まあ、この本体が初めてまあ取られることになるんですけども、セットをこう気持ちの切り替えとこの辺はどうでした。相手が良くなってきた部分も反面、少し自分の中で、うん、頭の中で分かってても体が勝手にこう力んでしまったりとかっていう部分があって、こう体と自分の考えっていうかメンタル面がついてきてなかった部分があったので、最後は少しこう、うん、もっとこうリラックスっていうか、もっとこうシンプルに考えてっていうのだけを考えてやってたので、やっぱりそれが最後勝ちに繋がったのかなっていう。うん、なるほど。でおっしゃると、第3セット、まあまあ、タイブレーク 10対7で取ってというところで、まあ、勝ち切るわけですけども、まあ、本当にこれ3度目の正直で、まあ、勝ったということで、まあ、さすがにこう関西の相手には負けられないみたいな思いも多分あったのかなと思うんですけども、どうでした、その、まあ、初めて勝った、まあ、意識はなかったということだったんですけど、関西というよりも近代に負けられないという思いの方が、なるほど、強いですね。うん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 、しっかりそこを負けなかったっていうのは、うん、なるほど。で次準々決勝なんですけど、またこう近代の選手ということで、こう松田選手ということで、まあ、かつては、まあ関西の第一シードとか、まあ、そういう力のある選手なんですけども、これ 6-2、6-2 でしっかりといいゲームで勝てたという印象なんですけども、この松田選手、松田対決はどうでした。そうですね、あんまりこう勢いせず、うん、まあ、さっき来た段階ですごい自分の体がすっきりしてて、ほうほうほう、まあ、そのちゃんとやれば問題ないなっていうのがもう朝の段階でう感じてて、うん、やっぱり試合してもやっぱ相手の方が体的にきつかった、きつそうでしたし、うん、ボールの質っていうのも彼本来のものではなかったので、うん、その時点でやっぱりこう勝てるなっていう思いもありました。ほう、さあもうこう試合やってても、あ、いつも来てないなっていうのはなんとなくもう分かるもんなんですね。あれいつもよりこう勢いないなとか。そうです、はい、なるほど。それでまあ 6-2、6-2 ということで、この辺は松田選手の体調して非常によくいい感じで来てたと、はい、なるほど、分かりました。で準決勝というところで、これ準決勝は相手藤原選手なんですけど、第13シードかな、シード的な10代のシードだと思うんですけども、まあ、非常に力を持った、東山高校で確かインターハイとか2冠取ってみたいな、非常に実力のある選手だったんですけども、まあ、ここから本当にあと2つ勝ったというところで、また気持ちもギアもまた入れていかなくちゃいけないなというところだったと思うんですけども、この藤原選手準決勝を迎えるまで何かこう考えてたこととか、準決勝に向けてというところで何かあったんですか。あまり本当にさっきも言ったように何も考えない、うん、考えない、うんうん、考えすぎてしまうと、試合でそれをやろうとしすぎてしまってうまくいかない部分があったので、ほうほうほう、自分の中で明日はどういうテニスをしようか考えてっていうのを、まあ、基本的には、うん、深く相手のことを分析せずに、うん、相手はどういう選手でどういうことをしてどういうことが好きでっていうのを頭に中に入れといて、やっぱ自分が明日、どういうテニスをしていくのかっていうことだけは、うん、しか考えないので、うん、それだけは考えてました。うん、
じゃあ本当シンプルにその必要以上のものは入れないみたいな、はい、で自分がどうするんだっていうぐらいですか考えるの、はい、なるほど、わかりました。でね、その第1セットなんですけども、まず、第4ゲームにブレイクして、まあ結果的に 6-4 で取るというところで、第1セット非常にいい滑り出しだったのかなというふうに思うんですけど、まずこの第1セットを振り返られて自分自身でどういう、感じでした？そうです、特にあんまり覚えてないんですけど、うん、僕的には普通に取ったなっていう感じでした、うん、で、いけるぞみたいな、当然最初からもその気持ちはあったと思うんですけども、まず第一セットしっかり取ってというところで、よし、あと一つだっていう思いもあったと思うんですけども、このあたりでこういけるなみたいな、これは取れるぞ、この試合勝てるぞっていう思いがこうもうあったのかなと思うんですけど、どうです？もちろんこう、いやでも気をこう抜いてしまうと絶対勝てない、うん、やっぱり自分の中では勝てるぞっていうよりも、まあ、なんて言ったらいいかな、もう本当にそれ勝ちっていうのはあまり意識せずに、しっかり自分のやることだけをっていうふうには考えてたんですけど、うんうん、やっぱりこう、試合するにあたって、うん、自分のさっきも一緒ですけど、精神的に自分の精神面と、自分の身体的な面がついてこなかったので、やっぱそこが自分の未熟さだなっていうふうには感じました。で、まあ、その後トントンといくかなというあれもあったんですけども、第2セット0-6で落としてしまうと、この辺、この第2セットというのはどう振り返られます？まあ、あとあと思えばそこでギアを上げて最初に行きたかったんですけど、うん、やっぱり、ちょっとこう自分の足が止まってきてしまって、うん、一歩足りないまま試合をしてしまって、うん、結局何をしたいのか分からず試合が進んでいってしまって、うん、まあ、0-3、0-4 ぐらいから、ここから頑張ったとして取れなかった時のダメージを考えた時に、うん、ここは頑張るべきじゃないなっていうふうには自分で、ファイナルセットにかけるっていうか、うん、ちょっとそこで準備っていうか、こう無駄に自分の体力を削らないように、うん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 、このゲームはもう捨ててしまおうっていうふうに。あ、なるほど。でここで僕ちょっとね見ててこう、思い出したのが、あのはるかの時に決勝で田口選手近代をやった時に、最初第1セット取って第2セット1-6かなんかで取られた時、あの辺で後で聞くとちょっと1-4ぐらいになった時に次のセットのことを考えていろいろこう状態見てたりとか作戦も考えたりとか、その辺をやってたっていう、そこを思い出したんですけど、なんか それに似たような感じだったんですか、感覚的に？そうですね、でもあの時春田の時はやっぱ相手の体が結構来てたので、うん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 、それもあったんですけど、今回はちょっと自分の体力的にこう考えて、まあ、万全であればっていうか、自分の中で何もこう心配する要素がなければ、うん、こう戦い2セット目も戦い切れたとは思うんですけど、うん、ちょ自分の中で少し、ちょっとマイナスな部分が体の中だったので、うん、ここで頑張ってファイナル動けなくなるよりもっていう思いが、うん、やっぱりその試合時間も長くなってしまえばしまうほど、お互いにとってきつくなると思う。うん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 、あの時やっぱり多分僕の方が先にちょっときつそうになってたので、うん、やっぱりまあ結局最後も4時間ぐらい試合してたので、うん、やっぱりこう、まあ、捨てないといけないかなっていうふうに思いました。ああ、なるほど。じゃあちょっと本当ハルカンとはちょっと違う状況だったっていうところですね。体の状態も含めて。やっぱそのやっぱ全日本というそのインカレという大きな一つ、まあ、上のランクの大会でというところで、やっぱこういろんな意味で疲労もやっぱ蓄積っていうのも春とは全然、まあ、春といっても7月にあったんですけど、やっぱ違かったんですね。そうです、やっぱりまあ全国の舞台っていうのもあって、やっぱりその自分がこう今まで毎回試合するときに同じ部分を痛めたりはするんですけど、うん、
やっぱりそういうとこをこう、まあ、入念にケアはしてたんですけど、やっぱりそこと違う部分を今回痛めてしまったっていうのが、やっぱりこう自分の中で感じてないかもしれないんですけど、焦ってたのかもしれなくて、やっぱそこがやっぱり、まあ、体って正直かなだなっていうのは、そういう試合を通して、自分の中で疲れてないと思ってても、体的には根を上げてしまってたなっていうのは、なるほど、やっぱりそこはまだまだ自分の未熟さっていうのは、感じました。なるほど。で、まあ、第3セット最終セット、まあ、4-6 でというところで、落としてしまうわけですけども、ここも本当に最初にまあブレイク、許したんですけども、第6ゲームでまだブレイクは、取ってというところで、まあ、こう本当に競りながらというところだったんですけども、まあ、最終的には藤原選手に敗れたというところだったんですけど、本当試合終わってから本当にこうベンチに座ってこううなられているような、姿がすごく印象的だったんですけども、あの時のこう、まあ、もちろん悔しさ、いろいろ思いはあったと思うんですけども、一番強かった思いというのはどんなこう疲れですか、どうなんでしょう。あ、いや、疲れは自分の中でやっぱり感じて、うん、さっきも言ってたんですけど、自分の中で感じてなかった、負けた後終わってしまったなっていう、こうちょっと気力がなくなってしまった部分もあって、すごい、勝てたチャンスがあっただけに、もちろんその試合も勝てたチャンスもありましたし、大会的にも優勝するチャンスがあっただけに、すごい悔しい差が残る試合だったなっていうふうに思います。なんか本当放心状態みたいな感じなんですか、こう下をこうベンチ座ってこう、ね、下を見てというようなところが、もうずっとそれでしばらく動かなかったようなのが印象的で、どんなあれだったのかなと、まあ、言うと疲れもあるだろうし悔しさもあるだろうし、これを、ね、説明してくれっていうのは非常に難しいとは思うんですけど、まあ、でもあの時の感情が、まあ、もろに出たのかなっていう思いますし、いろいろ、まあ、ダブルスはあったんですけど、少し切り替われるまで時間は必要だったんですよね。でも本当に試合としては本当に自分、まあ、あるではしっかり戦えてというところで、まあ、やっぱそれでもやっぱ悔しさっていうのが、まあ、残ってというところだったと思うんですけども、どうですか、その今回 その全日本で得たものというか収穫といいますか、何がありますか。もちろん優勝できなかったって悔しさっていうのはあると思うんですけども、こういう自身のテニスだったり、まあ、課題もいろいろ見えたっていうところもあると思うんですけども、いかがでした。そうですね、やっぱ例年と違うのは、やっぱ例年は何かが足りなくて負けた、その技術的なテニスにおいて、テニス的な面において何かが足りなかったっていうのが、もちろん体力的には身体的な部分でも足りなかった部分もあって、そういろいろ課題があったんですけど、やっぱ今回を通し試合を通して、まあ、終えて、得たものっていうか、すごい自分のテニスはすごい良くなってきましたし、通用する優勝、これで優勝できるチャンスがあるっていうのも、ね、実感できました、できたんですけど、やっぱりこう最後の、まあ、本当に爪っていうか、シンプルなものができなかった、できてなかったのかな、まあ、そういう体的にもそうですし、本当に最後の爪が、できなかったのはやっぱり日頃の練習からだと思うので、本当に最後のそういう詰めていく作業をしっかりやっていければ、まだまだこうチャンスがあるなっていうふうには感じたので、本当にこう自分のテニスっていうことに関しては本当に良くなってきているなと思います。なるほど、わかりました。で、ね、まあ、最後の質問なんですけども、まあ、今後も、ね、また夏、関西の夏間と言われるやつ、例えばリーグ戦、王座で、12月には江坂で、全日本学生室内というところで、まあ、大会も続きますし、まだその日本一になるチャンスもあるし、王座もでももちろんあると思うんですけども、どうでしょう、まあ、今後のこう、まあ、全日本を終えてのこう、まあ、目標というか、考えていること、こうしていきたいみたいなところを最後聞かせていただけたらなと思うんですけど、どうですか。
ぱりこう、まあ、もちろん日本一っていうのは、うん、目指してますし、日本一しか見えてないので、やっぱりそこに向けて頑張っていきたいですし、本当に自分の中でこの半年間ぐらいはすごい苦しかったので、うん、テニス的にすごい良くもなくて、それ苦しい状況の中、やっぱり最後の最後で、まあ、この前の春間から今回のインカレまですごい自分の中でいいテニスができてたので、やっぱりそこはすごい自分の中でいい天気に捉えて、これからもっともっとこう自分の中の自信っていうのも持って、うん、取り組んでいければもっともっと今より良くなっていくと思うので、しっかりこうこれから練習していきたいと思います。わかりました。今日はですね、全日本学生テニス選手権でシングルス3位となりました松田選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。